ライオはトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介する、どうも小雪です。本当のトエです。トエ君、たくさんのアニメ漫画を見てきたと思うんですけども、はい、どんな必殺技がかっこいいと思ってました？カメハメハってカメしか出てない でもやっぱ僕たちは魅了しやまない必殺技の数々ですよね、はい、でも現実世界においてはあんまりそういう必殺技って難しいわけだから、うん、どうしても兵器とかに頼りがちやんか。そうね。とは言ってもガンマっているように下兵器みたいにもう何キロ先の相手をめちゃくちゃ撃ち殺すとかゴルゴサーティみたいなこの狙撃の達人みたいなのも実際いるわけですよ。じゃあ皆さんのイメージしてるかっこいい兵器とか武器って何ですかね。戦車、銃、剣、爆弾とか、まあ、たくさん兵器を思い浮かべると思うんですけども、はい、未来の戦争をテーマにした、まあ、ガンダムシリーズありますよね。はい、はい、はい、数々の兵器出てくるわけですよ。ガンダムでは実弾など実現しそうな武器もたくさん、まあ、あります。そんなガンダムにも珍兵器が登場してるんですよ。それはこちらのキャラクターゾゴックっていうキャラクターなんですけども、はい、こいつの必殺技、まあ、武器がブーメランカッターって言います。弱そう。いや弱いねんな。巨大なブーメランが搭載されていてブーメランを投げて攻撃を行うという原始的な攻撃方法でガンダム界の珍兵器とされているということで、はあ、僕ちょっとあんまガンダム詳しくないんでこれちょっと見たことないねんけど、はいはい、どうなん戻ってくんのちゃんと。これなんかガンダムって結構宇宙で戦ってるイメージはあるわけよ。確かに宇宙で投げたら戻ってけえへんのちゃうのとか思うねんけど。確かにどうなん推進力どうなってんこれ。どうだよね。こんな感じでアニメの世界にも出てくる珍兵器なんですけども、はいはい、現実世界にも珍兵器って実は結構あるんですよね。実戦で使われることがほとんどなかったような残念な珍兵器を今日はご紹介します。はい。匂いで桜、異臭爆弾。異臭爆弾って何を想像します？まあ、異臭って漫画で特徴的よね、はい、なんかドドリアンボムみたいにトリコやったらめっちゃ面白かった、はいはいはい、まあ実際の世界もドリアってめっちゃ臭いけどめっちゃ美味しいとか言うやんか、うん、で異臭ってちょっと面白いテーマだと思うんですよ、はい、必殺卵押しって言ってウソップも腐った卵を当てて異臭を出す技もありましたけども、うん、まあ、かなり精神的な面でのダメージが大きいのかなと思う。まあ、下手に殴られるよりもちょっと嫌な武器じゃないですか。まあ、リアルでやったら食材無駄にしてとかってまあ怒られそうな感じはするんですけども、うん、漫画だからこそ結構こういう面白い技があるわけです。現実的にはどうなのかというと、はい、アメリカで実は開発されてるんですよね。お、はい、その名もおなら爆弾。小学生が考えるようなあのアイディア ね爆弾なんですけども、うん、おなら爆弾のこのアイディアっていうのは戦争に勝つために相手に気づかれないようにおならの匂いをばらまくっていうことです。どうですか。どういうこと。いや分かるけど意味はでそのまんまなんですけど何をしちゃいん。おいおい味方の誰がおならしたんだくせえぞと敵同士で疑心暗鬼状態を作り出し敵軍の士気を失わせるという天才的な計画だったそうです。誰が考えたんクビやぞそいつはもう子供が考えそうなってますけど言いましたけども、はいはい、この計画は、まあ、すぐには中止とならずになんと第二次世界大戦中から1990年代までなんと50年間も研究が続けられたということ。アホなのか。誰も気づかんかったんかその間にって、うん、50年の研究の結果アメリカ軍はある一つの結論にたどり着き開発を中止します。何よそれは。おならの匂いが普段から嗅ぎ慣れているためあまり効果はないんじゃないかという結論でした。アホなのか。50年の結果がこれなので散々な研究でしたということですね。行き先不明の自爆兵器。自爆と言ったらポケモンの技にもありますよね。そうすればマグマインがよくしてますね。はい。でドラクエにもあるんですよメガンテっていう技がね。そう自爆魔法とかっていうのはゲームとかアニメでは結構定番だと思うんですけど、うんうん、まあ自分の命と引き換えに、まあ、すっげえ攻撃力あったりとか相手を絶対殺せるとか、まあ、いろいろ制約があったりすると思うんですけど、うん、そうですね、まあ、せっかく自爆を使ったのに、まあ、攻撃が回避されたとかっていうこともまああるわけで、はいはい、まあ、絶望した経験ありませんかゲームやられてる方。そんな当たるか当たらないか一か八かの兵器って実はあるんですよ。はい、それはこちら写真見てください。これ見ただけではちょっとなんか水車かなとか思ったり。そうやねちょっと分かんないよね、はい、これイギリスの珍兵器パンジャムドラムっていうんですって。どういう風に使うと思いますこれ。ドラムって言ってるからドゥドゥダドゥドゥダみたいな感じじゃないですかね。なんで一瞬クイーンかかったんやなんとこの兵器車輪についているロケット噴射で回転し進む兵器なんですね。ほうその速度なんと100キロということで夢の速度ですよね。さらに車輪部分に1トンの爆弾を仕掛けており目標物に突進してパンジャムドラムもろとも爆発という。それで特攻テロやん。そうやばそうこれだけ聞くとおいいじゃん強そうじゃんと思いますでしょ。ところがこちら実際の戦場に投入されることはなかったと言われてます。なんでなんでかというとこのパンジャムドラムまっすぐ走ることができなかった
やアホなのか。どこに走っていくのか見当もつかず、いきなり味方の方向に走っていってしまうこともあったそうですよ。怖っ。まあ、当然ね、実戦では使わないですね、こんなね。そんなこう行くと思ったらこっち来たらもうみんな逃げるよね。そう、戦ってるところじゃないよね。行け、パンジャムドラム、ドゥルーって言ってたら小石とかで当たって向きかドゥルーって思うよ。こうなるやん。よかったな、なんかアホなルンバみたいな感じでね。そうそうそう、今だったらね、もう遠隔操作の当たり前とかさ、もうなんか AI 知能を持ったやつが敵を認識していくとかっていうのはあるんかもしれない。当時なんでね、ただ走らせるだけなんで。そうね。ちなみに日本の一部界隈で人気な兵器で、漫画ヘタリアに登場するアーサー・カークランドがパンチャムドラムを作ろうとして自身が大怪我をするという大惨事になっている描写があります。あらー、物好きね。ちなみに日本軍も同じようなものを開発していて、その名もタイヤ爆弾。タイヤに爆薬を仕込み、タイヤに穴を開け、抜ける空気から推進力で相手の方に転がり爆発させるという兵器だったということで、これ全く同じようなさっきとな、まあ、どっちかっていうと日本軍の方がちょっと足らない感じですよな。なんかパンジャムパンジャムはパンジャムパンジャムだよね。そのポケモンみたいな名前ちゃうから。ドラムって言うよ、ドラムぐらいちゃんと言いなさい。そうやね。まあまあ、だからシャリーやから一応どっかまではたどり着けそうや、うん、でも日本軍のやつってどこにも当たらず爆発しそうよね。空気足らなくなったら、え、ここで止まるお前みたいな、ボーンみたいなね。あ、そこで止まっちゃったみたいな、うん、そう、2メートル足らなかったぜみたいな、うん、あの獅子王誠がこのガトツをギリギリ耐えたみたいな状態ってことでしょこれ。いや、わかりにくい。いや、マジで発想が小学生じゃないですか。そうよ、ね、どんな兵器考えますかって言ったらなんか絵で描いてくれそうやん、はい、なんかね、ガトツを耐えた獅子を、太陽光で焼け野原、これが一番ね、今回紹介するのが規模がでかいんですけど、はあ、ドイツの名高いロケット科学者が構想した超兵器なんですね。ほう、その名もスペースミラー。おお、かっこいい。見て、この新聞みたいなこのチラシ、これすごい宇宙っていう感じ伝わってくるでしょ。そう、ね、これどんなものかと言いますと、高度36,000km の衛星軌道上に構築した巨大な反射鏡、まあ、鏡やね、太陽光を集め都市に向けて照射し炎上させるということで。おお、子供の頃ってさ、なんか丸っこい植木鉢でなんかこのなんか熱を集めてとかさ、そうですよね、虫眼鏡でなんか紙燃やしたり実験したりとか、あれを知ってるから、これすごいんじゃねって結構思うよね。思う。ただ欠点あるんですよ。使えるのは太陽が出てるお昼のみ。そうやな。でもね、それでも強いやったの。実戦投入はされてないみたいなんですが、まあ、ドラゴンボールの太陽拳だったり、ポケモンのソーラービームだったり、そしてこの太陽砲が明確に元になってるであろう兵器がとあるアニメにも実は出ています。何？それは機動戦士ガンダムに登場するソーラーシステム。宇宙空間に太陽のソーラーパネルを設置し、これめちゃくちゃでかいんですよ。1枚のパネルがなんと 20m×10m、のパネルを400万枚以上設置、すごい規模ね。すごいね、はい、太陽の熱を集めて照射するという完全にスペースミラーそのままの兵器ということで、ちなみに作中では焦点では温度は1万度を超えるということの実績がありましてですね、要塞のゲートを一瞬にして破壊するというとんでも兵器でした。はあ、すごいね、発想がね。これは作られへんかな。作れなかったです。あ、はい、まあ、お金いっぱいかかりそうやもんな。かかりそうです。現実、なんかそんだけ宇宙にね、あげるお金と労力が多分しんどいやろね。確かにね。続いて、誰もが使ったことのある殺人光線。我らが日本で開発された兵器になるんですけども、はいはいはい、マイクロ波ってあるじゃないですか。はあ、それは目標に向けて発射、目標を加熱して破壊といった兵器です。ここでピンときた人もいるんじゃないでしょうか。うん、原理は電子レンジと同じです。おー、はい、遠くから敵を電子レンジでチンしてしまおうっていう兵器なんですって。可愛く言ってるけど、可愛くないからね、やってることは。しかも敵には見えないマイクロ波ということで、うん、はい、最強じゃないのって感じしますけど、うん、どうですか、うん、いいんじゃん。ですが実際に使われることはありませんでした。研究を重ねた結果、10メートル先のウサギを数分かけて殺すことには成功したそうなんですね。わ、しかし時間がかかる上に距離が離れば離れるほど威力も落ちますし、実際誰も倒すことのできない珍兵器となってしまったということですね。まあ、でも10メートルやったら銃撃てるもんね。そう、多分温めてる間に銃でやられる、ね、そうよね。そう、実用的でなかったため、まあ、開発が中止になったと。はい、ちなみに電子レンジ自体も言ったらその軍のそういう武器とか研究してる、だから戦争が生んだ遺産のアイテムらしいよね。あ、そうですよね。ルンバとかもね、もともとはね、あの爆弾処理の会社が作ってるわけだから、地雷をね発見するためにらしいんですけどね。ちなみにジャンプで連載されていたいびつのアマルガム、知ってますかね、うん、ちょっとわかんないという漫画でも出てきた兵器なんですよね。へー、はい、じゃあ最後、未確認飛行物体、UFO
ほう、はい、まさにそれですよね。都市伝説のチャンネルらしく UFO で終わりたいと思ってるんですけども、はい、ナチスドイツが開発したとかしていないとか、まあ UFO 作ったって言われたらナチスドイツが大体エリア51のどっちかやからな。そうそう、存在すら都市伝説になってね、幻の兵器になるんですけども、はい、まあ宇宙人といえば UFO っていう感じの乗り物なわけですけども、名前はハウニブというらしく、第二次世界大戦下で電磁重力系のエンジンを開発、このハウニブの開発にこぎつけたわけですよね。1939年に直径 25m、 なんと航空時間は18時間、いいよ、ね、1942年には音速飛行ができるようになった上、55時間も飛行に達成したというふうに言われてます。いいよ、ほんまこれすごいよな。しかしドイツは敗戦してしまったために、その後開発は中止となったようです。はあ、はあ、はい、なぜ兵器に実用化されなかったかと言いますと、直角に曲がることと直進しかできなかったんで、だから武器の搭載に開発者が渋ったとか渋っていないとかという話が。またナチスドイツがこの技術を隠すために情報操作として UFO 遭遇事件をまあ演出したんじゃないかっていう話もあるぐらいなんだって。え、じゃあ俺が見た UFO とかも直進しかしてなかったからナチスの遺産。そうです、これやばいです。 B 級映画みたいなノリになってきたな。まあ、実在するかどうかもほんま不明なんですけど、まあ、夢とロマンはある兵器ですよね。はい、実用化したらね、僕たちの暮らしが豊かになるような気もしますしね。一瞬であなたの行きたいベネチアに行けるんじゃないですか。まあ、豊かになるかどうかは置いといて、一回乗ってみてはしたよね。ほんまに、ね、もしドイツが開発を続けていたら UFO に乗って旅行なんてこともできていたかもしれません。別に飛行機で行けるね、それは。で、ちなみにそんな UFO っぽいそのハウニブなんですけども、アメリカではプラモデルとして販売されています。ほうほうほう、はい、お値段は日本円で1万2800円です。お、ぜひお買い求めください。これ買ったら売り上げの一部はあれなんですか、ハニウブを再現しよう団体に寄付されるんですかね。なんですか、その怪しい団体。ちなみに、まあ、僕たちの好きなそのポルノグラフィティの曲の中でも、車が空を飛ぶ予定の今のところなさそうだみたいな歌詞ありますやんか。はいはい、そう、昔ドラえもんの作者藤子 F 不二雄先生がドラえもんを書かれた語りには、多分今の時代だったらもうタケコプターとかそういう構想があった時代の未来の設定だと思うんだけど。そうね、そう、でもなんか今のところ現実的じゃないなと思いつつも、実はですね、空飛ぶ車っていうのは、もうこの UFO の開発がまあ元になってるかどうか知りませんけども、はい、法整備を始めてるそうですね、国が。へえ、空飛ぶ車が開発された時はこういうルールにしようみたいなことは真面目に国会とか世界規模でも話し合われてるそうで、はいはいはい、はい、一部では開発が成功してると。へえ、突然そんなのが出てきてもまあ犯罪しか起きないじゃないですか、多分。だから出てきたと同時にちゃんと法が間に合うように、まあ、整備されてるっていう噂もありますよ。じゃああれなんですかね、カルロス・ゴーンさんも楽器ケースじゃなくて今度は空飛んでまた移動できるようになるんですかね。もうやっちゃってるよ。やっちゃい、日産ですね。やっちゃってる。日産が怒られるよ。日産をやってる。日産はええよ。ということでね、ゴーン会長の今後に期待ですね。それでは本日の鳥肌スコアは2023、その車飛ぶよ。それでは本日の鳥肌ポイントは、僕が思う珍兵器はですね、はい、結構ドミネーターで珍兵器やと思ってるんですよ。え、あのサイコパスの？そう。なんで？あれ100とあの相手を麻痺させるモードと、うん、処刑するモードしかないんですけど。じゃあオーバー300いったらな。そうそうそう。思考対象として。そう。まあ、それはじゃあ100歩譲ってよしとしましょうよ。でもあれ免罪体質っていう致命的な欠陥があることは分かってるやん。でもその時に麻痺させることすらできる機能が自ら解除できひんってアホじゃないのと思うのよね。あんだけ技術進んでる世界やのになんでそれできひんねんっていうのをすごい思うのよ。ほんまやな。え、そうなんよ。いや、あれシビラシステムの結果やと思ってんねんな俺。いや、シビラシステム自体が免罪体質者の集まりやから、そこは省いてんのかな。あ、その可能性はまああると思う。まあ、その そこが一番正しいな。シビラシステムは、うん、キシマを迎えたかったわけでしょ。そう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 。じゃあなおさら逮捕できるようにそういう解除しとけよと思うけど。いや思う。そうだから何足パクる。殺せるようにする必要ないけど、麻痺ぐらいは絶対する必要あるでしょって思うのよ。うん、そしたらね、マキシマ相手にあんなに苦労することはなかったんじゃないかと思うんですけど。一回追い詰めてるから。そうよ、あのヘルメットに原始的に殴られてよかったと思うのよ、うん、まちなみに僕らのドミネーターは一生届きません。買うっつって言うの？買うっつってから1年ぐらい経ってるけど。新兵器やで、ほんまに。See you.
ポケモンの鳴き声一つにもめちゃくちゃこだわってる。それがポケモンアニメ。このルカリオの声優がなんでこれ滑川さんでエモいかっていうと、これ実は映画の波動の勇者ルカリオの時もこれ滑川さんがルカリオの声やられてたんですよね。銀魂の志村新八で有名なあの坂口大輔さん、今話題の鬼滅の刃にも出られる小西克幸さん、まあ今まで実に30キャラ以上ポケモンこなしてるんですよ。でそんな実はポケモン以外にもすごい役を掴んだのが